はい、じゃあ今回の動画は、先日の兵庫の旅行での購入品動画で紹介したこちらのね、ドンキで買ったドーリーエンジェルの30カラーズアイシャドウパレットのカラーのね、色味を紹介していきたいと思います。で、かなり多いのであんまり全部の色をやるとね、動画が長くなるのでこう分けたいと思います。で、今回はこのブラウン、ゴールド系とグレー系のこの3色、主に3色のところをすべてカラーを見ていきたいと思います。じゃあまずこちらのカラーをすべて手の甲に順番通り塗ってみたんですけれども、こんな感じです。このカラーはちょっと見にくいんですけど、こことここはね、結構綺麗に発色していると思います。これはね、もう完全に透明というかパール感があるだけのように見えます。色的にはまあこんな感じでね、結構ね、この赤茶っぽい色とか、ここのボルドーっぽいカラーとかは私は結構好きですね。はい、じゃあ今度このブラウンが濃いタイプのカラーなんですけれども、手の甲に塗ってみるとこんな感じで、結構オレンジが強いです。これとかこれとかはかなりオレンジっぽくて、ここも薄オレンジって感じで、これはまたパール感がちょっと強いけど、さっきのよりかちょっと白っぽい発色があるような感じがします。これちょっとオレンジゴールドっぽい感じなんで、夏にもね、このラメ感はとても使えるような気がします。しかもこれ他のやつは結構この薄い色とかは2度塗り3度塗りしてるんですけど、このカラーに関しては1度塗りでこの発色なので、かなり発色がいいと思います。で、最後こちらのグレーがかったカラーを塗っていきたいと思います。はい、またこれ順番通りに塗ったんですけど、ほとんどがグレーで似たようなカラーもあるような気がします。まあ徐々に薄くなっていく感じではあるんですけど、まあこれはもう白ですね。これはグレーというよりシルバーっぽい発色で、真ん中は真っ黒ですけど、こことここはもう完全にグレーって感じですね。はい、そんな感じで今回こちらのね、ドーリーエンジェルの30カラーズアイシャドウパレットのここの、カラーを見ていきました。次回でまたここのカラーを見ていくと思うんですけれども、またこれね、すごく発色がいいので、まあ、このカラーだけでもね、気になった方はぜひ購入してみてください。で、まあこれでドンキやと今500円ぐらいだったので、まあ昔買った時多分700円くらいだったんですけれども、500円600円ないし、まあこんだけのカラーが入って、こんだけの高発色で1000円以内で手に入るパレットですので、もし気になった方はぜひ購入してみてください。はい、それでは今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方はぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターやインスタグラム、ナナやツイキャスなどもやっていますので、もし気になった方はぜひね、概要欄からフォローしていただいて交流してくださればと思います。はい、それで質問とかね、なんていうんですか、リクエストとかも受け付けておりますので、何かありましたらぜひコメントください。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。